そんな僕がなんで高専で教鞭を取っているか。夢があるんだ。夢ですか。そんなクソ呪術界をリセットする。上の連中を皆殺しにするのは簡単だ。でもそれじゃ組がすげ変わるだけで変革は起きない。だから僕は教育を選んだんだ。強く里い仲間を育てること。そんなわけで自分の任務を生徒に投げることもある。愛の無知。それはサボりたいだけでは。始めるけど、そこで見てるつもりか。おかえり。おっす、ただいま。いや、このままでいい。じゃあ、イタトリがっつりかくまう感じ。いや、交流会までには復学させる。なぜ。簡単な理由。どうしたの。いや、やっぱ修行つけてもらうなら五条先生がいいと思ってたから嬉しくて。ではまずあちらの缶ジュースをご覧ください。こっちが呪力で、こっちが術式。なるほど、わからん。いや、有事には呪術は使えないよ。え、だから呪術師の実力は才能がほぼ8割って感じなんだよね。ああ、ダメだこりゃ。霊眼とか挽回とか螺旋眼とかドドンパとか。今は使えないだ。呪力を使うときは常にブチ切れてなきゃいけねえのか。確かに伏黒もいつも切れ気味だったかも。玉剣。違うよ。焦らない焦らない、そろそろだよ。その呪骸は一定の呪力を流し続けないと目を覚まして今みたいに襲ってくるよ。これなんておすすめだよ。ヒロインがムカつくんだけど最後派手に死ぬの。すんげえネタバレ。そうだな、最初はアクション。